社長、社長、何？そういえば今度の新しい本で、お得な情報があるっていうのを聞いたんですけど、それってどんな内容なのか聞いてもいいですか？ああ、お得な内容あるね。今回、発売する大谷翔平の精神力、私が高校時代に伝えた夢が必ず実現するのを活用術、こちらを Amazon キャンペーンというキャンペーンをやります。はい、ありがとうございます。はい、はい、この Amazon キャンペーンですが、3月11日の月曜日、この1日限定ですけど、この月曜日に Amazon で購入してもらえれば、その日限定ですけど、特別にプレゼントをご用意しております。おお、はい、プレゼントは5つ結構用意しました。はい、1つ目、はい、本書、この本の誕生秘話の特別音声をプレゼントします。はい、そして2つ目、実は私が実際に指導して、ね、大谷翔平君を指導した時に使った、指導で使用した特別公開するワークシートをプレゼントします。いいですね。はい、3つ目、はい、私、西田初美の直接指導でイメージトレーニングができる音声、こちらをご用意しますので、3つ目はイメトレできる音源です。お、はい、そして4つ目、4つ目は特別な対談動画をご用意します。実は私との対談でね、お二人、ちょっとご協力いただいて対談の動画を撮らせていただきました。まず1人目、それが何かというと、私が監修もしています、今回のね、夏の甲子園で107年ぶりの甲子園優勝を導いたね、慶応メンタルというこちらの本の著者でもあり、SBT のね、一級メンタルコーチでもある吉岡慎二さんに、頼んでですね、2人の対談の動画を用意しています。お、そしてもう一人、それは何かというと、ちょうど2月にね、発売になったばかりですが、こちらもね、SBT の一級メンタルコーチでもあります、関西テレビの元アナウンサー、片山咲子さんのポジティブフレーズ言い換え辞典という本が出ましたので、片山さんとね、対談した映像、動画をですね、皆さんにプレゼントしたいと思います。お、はい、そして最後5つ目、はい、5つ目は私がちょうどコロナ禍になってですね、皆さんがメンタルダウンしてしまったら困るなということで、コロナ禍になった瞬間にスタートしたオンラインサロンがございますので、メンタルトレーニング研究所、通称メントレ研と言いますが、そちら初月、まあ有料でやってますけど、最初の初月を無料にします。おー、はい、こちらのメントレ研ね、今参加されている方もいらっしゃいますが、私のプライベートの話とか、ね、私と直接こうやり取りすることが多くなりますので、それこそ本当に私が心を割ってこう話せるコアな仲間ができればなと思って、やってますし、また実際にね、オンラインで指導したり、直にこう懇親会なんかもやったことがあるので、直に会って話をしたりっていう機会も作ってるものでございますので、ぜひね、こちらなんて言ったって最初の1ヶ月無料ですから、はい、初月無料なので、この機会を利用していただきたいなと思います。プレゼントを5つ用意しました。楽しみにしてください。